will hit. Will hit. Thank you.
前、いいのか？同じギルドのやつと戦っても。はい、榊さんの了解をいただきました。アリーナのバトルは死闘とは違うので。榊さん、榊さん、榊さん。お前って本当にあいつの言うことなら何でも聞くのな。もちろんです。榊さんは立派な方ですから。ふん。ギルドマスターをないがしろにするやつのどこが立派なんだ？榊さんはそんな人じゃありません。火のないところに煙は立たずってな。え？どうせ榊に言われたこと全部鵜呑みにしてんだろ。結局お前っていつも誰かの受け売りなんだよ。そんなこと。おい、お前も気をつけといた方がいいぜ。あの榊のことだからアトリにわざと手を抜くように命令してるかもな。ハセオ、いくらなんでもそれは言い過ぎだよ。ま、お前が手を抜いても負ける俺じゃないけどな。そんなことも見抜けねえなんて、榊も案外。私の悪口はいくら言ったっていいです。でも榊さんを悪く言うのはやめてください。お前、ハセオさん、試合頑張りましょうね。始まるか。さあ、いよいよ開始されましたトーナメント第2回戦。今日の解説は月の木のギルドマスター欅様においでいただきました。皆さんこんにちは、欅です。僕と一緒に試合楽しんでくださいね。さて、この試合欅様の所属する月の木とカナードの戦いになります。欅様自身はどこに一番期待されていますか？ハセオさんが前の試合で見せたという奇跡の逆転技が見てみたいんです。それはまずくないですか？逆転してしまったら松選手が。あ、来た来た、ハセオさんだ。アトリ、おいおい、何余裕かましてんだよ。力の差たっぷり教えてやるぜ。覚悟しやがれ。行くぜ。一戦総決。落ちろ。とどめだ。ハセオチーム、月の木の強豪マツを相手になかなか健闘していますね。どうかな、マツはまだ本気じゃないからね。いいね。久しぶりにギラギラしてきたぜ。何のつもりだ、今さら降参なんて言うつもりか。まさかこれからが本番よ。本気ではないとはどういうことなのでしょうか？松は昔石鉄の鬼人と呼ばれる有名な PK だったんです。月の木に入るとき過去の自分と決別するために、それまで得意としていたメインウェポンを封じてしまったんですけどね。まぐれ貸しといったことは取り消してやる。だがシナリオは変わらねえ。こっからは
マジで行くぜ。なんとこれは思わぬ隠し玉です。ハセオチームピンチか。そう、奴のメインウェポンは大剣、あれが PK 地帯に使用していた石鉄。今まで手抜いてたってが、上等だ。行くぜ。キリンガル、レッツトラッシュ。トランシュ！ついに決着！カラードのハセオ、ついに月の木の強豪松を下しました。さてこの試合の結果ですが、欅様はどのようにご覧に。あれ、いない。欅様、どこに行ったんですか。欅様、なかなか。どうしてここまでとは思っていなかったよ、ハセオ君。そろそろ駒を動かす時。お気に入りのハセオが勝利してご満足ですかい。わかってますよ。禁止していた武器を使っちまったんだ。責任は取る。俺みたいなトラブルメーカーが月の木からいなくなればあんたも安心だろう。今度こそ気が済んだでしょ。え？松はずっとその武器を捨てるチャンスを探してたんだよね。今まで捨てられなかったのは、その武器を全力で振るうにふさわしい真の強敵と巡り合えなかったから。長谷尾さんと戦って松は本当に満足したんでしょ。だったらその剣を捨てて生まれ変わりましょう。本物の月の木の松にね。分かったよ。あんたの言う通りだ、欅様。もう未練はねえ。おい、ハセオ。いい戦いだったよな。ふん、しぶとすぎんだよ、おめえは。まあ今日の戦いの記念といっちゃなんだが。よかったらその剣使ってくれや。じゃあな。おい、いらねえよ。チン、いっちまいやがった。あの、それじゃあ今日はお疲れ様でした。おい、アトリ。やっぱり控え室でのこと気にしてるみたいだね。
新しいトライエッジのサイン、早速行ってみよう。デルタサーバー、隠され資金団の絶対城壁にトライエッジのサインか。
犯人は犯行現場に戻ってくるというやつかね、大場。なあ、この壁の向こうには何があると思う？何もない。ユーザーの視覚になる背景は処理軽減のためにグラフィックを表示しない。お前らしい意見だな、ヤタ。だが俺は感じるよ、この壁の向こうにせき止められている存在のこと。ここは監獄だ。なかなか文学的な表現だな。しかし、だとすれば壁の向こうの存在と我々、閉じ込められているのはどちらなんだろうな。追跡者が来る前に失礼させてもらうよ。おお、良き目をした人よ、我が同志よ、よく来てくれた。憎きトライエッジの傷跡はこっちである。やつが戻ってくるかもしれん、待ち伏せして待っていようではないか。早くそこから離れるのだ。本当にトライエッジは現れるんだろうな。もちろんだ、私の野生の勘も告げている。犯人は犯行現場に戻ってくると。お前絶対刑事ドラマとか好きだろ。それであんたの野生の勘じゃ、トライエッジはいつ来るんだ？いや、それはわからん。10分後かもしれないし、1時間後かもしれない、半日後かもしれないし、2日後かもしれない。はぁ、1ヶ月後、あ、いやいやいや、半年後、3年後というのも捨てがたい。こりゃ待つだけ無駄だな。タウンに戻るか。こら、1ヶ月後。こりゃ待つだけ無駄だな。クロスって、あのおっさん、要件ぐらい書いとけよ。
大火に呼び出されてる。ルミナクロスに行こう。遅い。ざけんな、勝手に呼び出しといて。つまんねえ用事ならぶった切るぞ。つまらぬかどうかは自分の目で確かめるがよい。ほれ。イコロのヨーコ。ほれほれ、早くおわんと見失うぞ。なんで俺が。前に私と戦った時、あんた何かを使ったね。ん？けど今度の戦いでは通用しないよ。今度の試合はね、専門家にモニター頼んでるんだ。あんたのイカ様バッチリ暴いてやるよ。ざまあねえな。アバターのこと感づかれてるぜ。やっべえんじゃねえの、チャンピオン。まあ心配すんな。先に陽光と戦うのは俺だからな。見てろよ、俺ならあんな女倒すのにアバターなんか使わない。あいつをちゃっちゃと倒したら次は。君がどんな戦い方をしようが僕には関係ないよ。けれど一つだけ教えてあげる。は？陽光はとても強い。今の君では彼女に勝てない。アバターを使わなければね。妙なプライドにとらわれて足元を救われないようにね。俺が陽光に勝てないだと、ふざけんなよ。では必ず勝てるとでも言うつもりか。ああ勝てる。おめえとエンデュランスとの間にどんな因縁があるのかわしは知らん。だがアリーナは根拠のない虚勢だけで勝ち抜ける場所ではない。鍛錬に鍛錬を重ね、戦術を練り、それでも一時の偶然が戦況を大きく覆す。そんな場所で戦う闘士が鼻先のプライドにこだわり安易に勝利を口にする、そのおごりが己の足かせとなっていることに陽光もおめえもなぜ気づかん。大火のやつ知ったような口聞きやがって。クソ気分悪いな。ログアウトしてメールでもチェックするか。Thank you.
今回の対戦相手は陽光か。登録してこないとな。アリーナカウンターでトーナメント準決勝の登録をしてくるか。アトリとシラバスを誘わないと。アトリいないのか。もう準決勝が始まるのに。やっぱりこの間榊の悪口を言ったこと腹立ててるのか。とりあえずアリーナカウンターで登録だけはしておこう。アトリー遅いね。ああ来るって連絡あったし心配することはないと思うよ。ああって別に俺は心配なんかしてねえよ。アトリー参上です。はあ、間に合ってよかった。アトリー
よかった。アトリちゃん、何かあったの？聞いてくださいよ。バスでうとうとしてたら乗り過ごして終点まで行っちゃったんですよ。もうここはどこって感じで。あ、そう。長谷尾様、そろそろ試合が始まりますので手続きの方を済ませてください。あ、始まりますね。皆さん、行きますよ。君たちだってそういうことするだろう。いや、しないですよ。あ、でも君様にならいいかも。私も私も。いいや、参ったな。よう、元気。ずいぶんと楽しそうだこと。これには海より深い理由が。すみません。ちょっとあんた、君様は私たちと。なんなのあの女。長谷尾、勝てると思う？さあね、あいつ村っ気があるからな。ふーん、まるで勝つ見込みがあるみたいな口ぶりね。うわ、きつ。でも事実よ。普通に戦えば勝ち目はない。元チャンピオンの陽子、その実力は本物。長谷尾が少しレベルを上げたところで実力差は埋めがたいわ。どうかな、あいつだって最近はだいぶ鍛えてるみたいだし。クーン、あんたの欠点は都合の悪い結論からすぐに逃げ出してしまうことよ。アバターを使わない限り長谷尾はこの戦いに勝てない。ああ。だとすれば、長谷尾はきっと使うわ。その時、あんたは長谷尾をどうするつもりなの？いよいよトーナメントも準決勝。さて、本日はイコロのギルドマスター、大白様に解説をお願いしていたのですが、大白様のご都合が悪くなったため、急遽適正級のチャンピオン天狼様にお願いしました。それでは天狼様、よろしくお願いします。この試合に出場する陽光さんは前コーマ級のチャンピオンでしたね。アリーナのチャンピオンであることがイコロに入る条件だと聞いていますが。条件ではない、資格だ。あ、資格、資格ですね。残念ながらエンデュランスさんにチャンピオンの座を奪われた陽光さんですが、今季のトーナメントで再び頂点へと返り咲こうとしています。そんな彼女に何かメッセージはありませんか？栄光を望むなら強くある。わかりました。それでは対戦者の長谷尾チームに対して何か一言。話にならんな。以上。あ、ありがとうございました。サクッと倒してあげるよ。さっさとおいで。一斉攻撃。一三連。ノク。ノ。発見。一斉。遊泳戦。一斉攻撃。発見。ノク。ノ。ただが外施設送迎。
トランシュ！リプス、ハイク、トラ、トラ、トラ、オラ、ハイシス、トダメだ、ヤン、トラ、オラ、こっからは本気だ、よし、セイ、トダメだ、フン、トダメだ、オラ、トダメだ、オラ、トダメだ、ハイ、トラ、トン、トン、ハイ、リプス、あっ、ほらよ。ハイクトラッハンハイクトラッハンハイクトラッハンハイクトラッコラッシュリキャンプキリンが
とどめだ。はい、ほらよ、ほらよ、このリッツ、ユーレイゼン、トランシュただで済むと思うなよ。お楽しみはこれからだ。クソ、なんて攻撃だ。負けるのか、こんなところで。俺は、では必ず勝てるとでも言うつもりか。陽光はとても強い。分かったろ、お前と私じゃ格が違うんだよ。格が、チームの勝利を誰もが信じた瞬間、期待通り裏切ってくれました。いやいや、これはすごいとしか言いようがない。陽光チームは残念な結果になってしまいましたが、天狼さん、この試合は様の使い手だったとはね。絶対に許さない。くん、さっきの質問の答え聞かせてもらえるかしら。あんたはハセオをどうするつもりなの。ハセオは、あいつは勝てば何をしてもいいと思っている。あいつに身をもって教えてやる、アバターの本当の恐ろしさを。ここって確かピロシさんに呼び出されたエリアだよな。トライエッジのサインがあった場所か。一人で行った方がいいだろうな。
デルタサーバー、隠されし禁断の絶対城壁、モーリー・バローの様子を見に行くか。